佐賀競馬のレース展望番組佐賀競馬パッカル情報局第153回11月2日土曜日レース展望こんにちは進行の青木里奈ですそして今回の解説は競馬専門誌通信社の今村さんです今村さんよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますもうすっかり佐賀では佐賀インターナショナルバルーンフェスタだったり明日から11月2日からは唐つくんちがあったりと、ね、イベントシーズンなんですが、うんはい、そうですね。 もちろんでも今村さんはお忙しくて。見る暇もなくって感じですか。まあでも、実家が小木なんで、まあ。上がってるところは見えるかな。っていうところですね。まあ午後の競技ぐらいですか。朝というよりも朝。朝出るぐらい。あ、そうなんですね。じゃ気持ちだけはちょっと楽しめるって感じですね。あ、じゃ、今村さん今日もウキウキのはずで。すどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは、今回の展望レースです。今回の展望レース、こちらです。 十一月二日土曜日。注目レースは、第八レース菊の花特選 C 二の一組、そしてメインレース第九レース JRA 認定天山賞二歳の一組です。それでは、解説始まります。まずは、注目レース第八レース菊の花特選 C 二の一組の出走メンバーです。 距離ダート千四百メートル、午後四時三十五分発走サラブレット計算差以上、十二頭立てとなっています。さあ、それでは、今村さんの注目はお願いします。はい、えー、まずは八番のダノン・レジーナですね。さ、え、ら、ー、に、遺跡後、四、まあ、連勝とね。まだまだ内容的には。 圧勝の内容ですからね、まあ、ここでもやってくれるんじゃないかなというふうには思いますね。まあ、それから5番の笑う馬ま三昧、まあ、前走内容も良、ね、かったですし、まあ、この馬どこからでも動けるタイプなんで、まあ、控えても問題はないかと思いますからね、まあ、再度いい勝負できるんじゃないかと思います。まあ、それから12番のクラウンジョイア、このちょっと折り合いにね、課題があるんですけども、まあ、そ大外枠なんでね、まあ、すんなり自己ペースに持ち込めればというところで期待したいところですね。 ま、それから6番のイッツパーフェクトまあ、前走ねえー、万、ま、に、あ、着としっかりまあ、上がりを使ってきてましたんでね。まあ、上積みも見込めると思いますから、まあ、前走以上っていうのもね。あっても不思議な1頭かなとは思いますね。ありがとうございました。それでは続きまして、メインレース第9レース jra 認定天山賞2歳の1組の出走メンバーです。距離ダート1750メートル。 午後5時10分発送、サラブレット系2歳、佐賀デビュー馬限定の12頭立てとなっています。さあそれでは今村さんの注目馬です、はいえー。まずは8番のトップレベルなんですけどもね、えーまあ、この、まあね、上がりはしっかり使ってくるので、 ま,あまだまだねやれていいところはあると思いますしほ他の馬もねこの距離初めてなんですけどもまあ距離に対しての対応はねできる一頭じゃないかと思いますからねまあ前走以上っていうところはね期待したいところですねまあそれから6番の宮ノクリステンまあ今回すんなりなら先行できるところではありますんでねまあ距離もねこなせなくはないと思いますからねえ自己ベースに持ち込めればっていうところですねまあそれから2番のマウンテンアリスまあ前走 初処理でしたけれども、まあ、内容的にはねずっといいレースしてますからね、まあ、距離伸びても、まあ、レース内容からするとね、えー、十分こなせるんじゃないかと思います。まあ、それから4番のムンーパースリターン、まあ、できればねもう少し馬体が増えていってほしいところはあるんですけども、まあ、前走内容を考えるとね、えーまあ、距離伸びても良さそうですから、まあ、再度見直したいとかなと思いますねありがとうございました。それででではここでお知らせです 11月17日日曜日、曜佐佐賀賀競競馬馬場にて第4回佐賀競馬祭りを開催いたしますおなじみのホースカドリールポニーレースなどに加え今年は佐賀葉隠レ新生流によるやぶさめを行います他にもチャリティー T シャツの販売や定鉄を使ったオリジナルフォトフレームが作れるワークショップなどイベントが盛りだくさんです また、当日は、モノマネ芸人の甲田美久さんと、お笑い芸人のダンディ坂野さんが来場し、楽しいステージショーを披露してくれます。当日は、ぜひ佐賀競馬場にご来場ください。以上、佐賀競馬パッカル情報局第百五十三回十一月二日土曜日、レース展望でした。 佐賀競馬パッカル情報局次回の配信は11月9日土曜日10日日曜日の展望を11月8日金曜日の夕暮れ時に配信しますそれでは来週は金曜日の夕暮れ時にお会いしましょうさようなら